皆さんこんにちは、アパレローです。今回ご紹介する商品はパタゴニアの2024年秋冬の、新作カーディガンですね。こちらナチュラルブレンドレトロカーディガンをご紹介していこうと思いますので、ぜひぜひ最後までご覧いただければと思います。でこちらなんですけども、いつも通りね、簡単に素材やディティールからご紹介していこうと思うんですが、こちらパタゴニア創業50周年を記念して、こちらね、象徴的な製品を農業に、変革をもたらす可能性を秘める天然素材で再実現したアイテムとなっております。リサイクルされた化繊と天然繊維の混紡素材が使われておりまして、暖かく快適な対応型のカーディガンとなっております。こちらですね、リサイクルポリエステルとリサイクルウールプリントは、ペットボトルとリサイクルウールを含む混紡素材で、作られておりまして、あと、フルレングスの、ね、フロントジッパー、内側にねウィンドフラップを備えたフルレングスのフロントジッパーというところはしっかりと冷気を遮断してくれる役割を果たしてくれております。またポケットに関しましては、ジッパー式のチェストポケット、ジッパー式のハンドウォーマーポケットの、3つがありまして、貴重品の収納に便利な、縦型のジッパー式チェストポケットと、ハンドウォーマーポケットが付いております。でこちら Y ジョイントの軸っていうのがあるんですけども、こちらは袖や肩や腕のねあらゆる動きに対応し、快適な着心地を提供してくれる、デザインだと思っていただいて大丈夫かなと思います。本当にね、色目もすごく綺麗なベージュの、カーディガンなんですけども、ボアで、結構ね毛足の長めな感じなボアのジャケットとなってるんですけども、商品名にもある通り、本当にねちょっとレトロなデザインというところが、すごくねかっこよさというか、懐かしさもあり、それでいてこう新鮮さもあるような感じのデザインというところが個人的にはめちゃくちゃかっこいいかなと思っております。サイズ感に関しましては結構身幅はね本当にボックスシルエットに近いような感じのイメージで、着丈は思ってるよりそこまで長くないかなっていう感じですね。袖丈は僕手が短いんでちょっとね長めな感じにはなってるんですけれども、これで今着てるんですけども、163cm 54kg で、今 M サイズを着用しております。本来ねもうちょっとすっきりめできるんであれば S サイズが一番妥当かなと思うんですけども、ちょっとお店の展開がね MLXL っていうサイズ展開になっておりましたので、160cm 前半の方でしたら全然S サイズでも余裕で着ていただけるんじゃないかなと思います。でこちらはねジェンダーインクルーシブ製品となっておりまして、パタゴニアの製品でメンズの M サイズを着用されている方は M サイズで、レディースの S サイズされ着用されている方は XS ぐらいで、いいんじゃないかなと、思いますので、ある程度ね、ちょっと、参考になれば個人的には嬉しく思います。はい、でこちらね本当に今ロンティーの1枚の上に着てるんですけども、腕周りもね全然結構余裕がアームホールも大きめになっておりますので、全然余裕で着ていただけるような感じの、ゆとりはありますので、ちょっと分厚めなスウェット着ても全くもたつかずお使いいただけるんじゃないかなと思います。でこちらはねネック上まで閉じてもそんなにこうなんか生地自体ねちょっと柔らかめな感じですので、そんなにこう顔に当たってもなんかなんていうんですかね、不快な感じは全くなくて、ちょっとこう生地の方がこう柔らかく包んでくれるような感じの印象ですので、首の短い僕でも全然このネックの高さは本当にちょうどいいかなっていう感じで、フライラーズで使えるぐらいの感じで、首元もねしっかりと、留めると暖かく、過ごしていただけるんじゃないかなと思っております。袖丈だけねどうしてもちょっとこう気にはなるんですけども、それ以外のサイズ感は個人的にはめちゃくちゃいい感じかなと思っております。やっぱりスッキリ感がね好みはもちろんね出てくるかと思いますので、ジャストで着たい方はもう本当にいつも選んでいただいているサイズか、もうワンサイズ下でも、個人的にはいいんじゃないかなと思っております。でこちら一応重さがね 768g となっておりまして、めちゃくちゃ軽いわけでもないですし、特別ねなんかこう肩にずっしりのしかかるような重さっていうところも感じませんので、本当に普通のアウターとしては、全然ねストレスなく使える重さかなと思っております。
まあ、デザイン自体もね本当に流行り廃りない感じですし、結構見た目以上に風も通しにくい感じの、こちらねしっかりと裏地貼っておりますので、全然ねこの風の侵入っていうところも防いでくれますので、見た目以上に暖かくお過ごしいただけますので、結構ねあの裏起毛のスウェットとか中に着てこれ羽織るだけでも、十分ねあの12月とかでも、いけそうかなと個人的には思っております。まあ、もちろんね地域にはよるかと思うんですけども、まあ、本当にあの長く着れるアウターとしては、結構重宝するんじゃないかなと思います。まあ、ダウンほどねちょっとゴツゴツ、ボリュームがあるわけではないですので、まあ、程よくね適度にボリューム感もあって、それでいてねデザイン性もしっかりとあるような感じで、まあ、こういったねボアのジャケットっていうところも一つあれば、結構気軽にお使いいただきやすいんじゃないかなと思いますので、気になる方はねぜひ、チェックしていただければいいかなと思います。まあ、どうしてもねこういったやつってあのサイズ大きいのをね選びすぎるとあのもっさりとしてしまいますので、サイズ選びだけはね結構あの慎重にしていただければいいんじゃないかなと思います。まあ、ジャストできるのがお好みか、まあ、ちょっと緩めな方がいいのかっていう感じですので、もうあえてワンサイズアップとかはもう正直ねしない方が、個人的には、いいんじゃないかなと思います。まあ、結構レビューとか見てるともう170センチでも M サイズやったりとか、まあ、150センチ、160センチぐらいの方 XS とか、結構ね表記あの買われた表記のサイズ見てるともう本当にジャストで買われてる方がなんとなく多いのかなと思ったりもしますので、まあ、そういったところもねあの見据えつつ、まあ、ちょっとでもご参考になればなと思っております。ちょっとね僕は身長が小さいですので、あんまりねこの絶対数的にはあの参考にならない方の方が多いかと思うんですけども、まあちょっとなんとなくのイメージだけでも掴んでいただければなと思っております。はい、ということで今回ご紹介してきました、2024年秋冬の新作、こちらはパタゴニアのナチュラルブレンドレトロカーディガンですね。お値段がねちょっとまあまあ高くて5万600円と、なっております。まあ、着心地であったりデザイン性、このゆったり感というかあのそういった部分も含めてね、そこはすごくいいんですけども、やっぱ値段がかなり、個人的にはネックにはなってくるかなっていうところが正直な、点となっております。はい、ということで今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。少しでもこの動画がいいなと思っていただければ、高評価、チャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。ちょっとね明日もまたあのボア続きで申し訳ないんですけども、あのレトロ X の、ジャケットの方をご紹介していこうかなと思いますので、まあ、気になってた方もねもしそちらいらっしゃいましたらぜひ、コメントしていただければなと思っております。レトロカーデの方もねちょっとコメントいただいたので、ちょっとこっちを先にアップしようかなと思いまして、撮影しましたので、またね見ていただけると、個人的にもすごく嬉しく思います。あとまあパタゴニアのパンツであったりとかも、お声いただいてましたので、まあ、その辺もね、もし入荷あれば、全然ねご紹介していこうかなと思っておりますので、合わせてチェックしていただきたいのと、またねあの今回結構お声リクエストというか、いただきましたので、そういったところもねあの可能な限りは、お答えしていこうかなと思っておりますので、お気軽にぜひ、書いていただければなと思っております。ということで、次の動画まで、さようなら。